1789年、ピエール・ジョゼフ・ボナテールのタブロー・インスイクリ・ピー・ディック・イ・メシデックに描かれた、レプス・コルヌトゥス。レプス・コルヌトゥスあるいは、ホーオンド・ヘアとは、16から18世紀にかけて存在が信じられてきたウサギの一種である。現在では空想上の動物だとみなされている。格矢とは、ラブレーのガルガンチアとパンタグリエリの物語などの中世から、 ルネッサンス初期にかけての文献に実在の生物とも想像上の生物とも描写されていた。しかしコンラート・ゲスナーの動物史において初めてザクセンに生息する実在の動物であると説明されるようになった。多くの動物に関する科学的調査において同様のあるいはそれに類する説明がしばしば同様の描写で繰り返された。 ジョン・ジョンストンのエストリーナ・チャーリスでクワドラペタバス、リーブリーもその一つであり、その差し絵は、ヘンドリック・ルイシのテートルーム・ウニベルサーレ・アマニアム、アニーマリーム、ピスキーム、エイビアム、クワドラペダム、クサングム、アクアティコラム、インセクトレム・イアンジームなどにも再利用されている。ガスパーショットは1662年に著作フィーシカ、キュリオサで、格やについて書き、 口絵を角やとが描かれたイラストで飾った。ガブリエル・クラウダーは1687年に彼の署名付きの角やとに関する論説をイラストと共に出版した。1743年にはヤーコップ・テオドール・クラインは著作寸んデュビオラムの中でまた別のイラストを生み出した。ピエール・ジョゼフ・ボナテールのタブロー・インスイクリ・ピー・ディック・イ・メッシディクは デプスコルヌトスが実在の動物に含まれた最後の主要な科学的著作であるとみなされている。18世紀末19世紀初頭にかけて、核野党を実在の種とする説はほぼ否定された。しかし、ヌーボー・ディクスヨネア・ディー、イストワール・ナ・チャールなどのように、核野党を希少種とみなすものもあった。核野党は単なる創造の産物や、白生種の作り物ではなく、 ショープニュートー州ウイルスに感染したヤトの目撃が原因ではないかと考えられている。角ヤとはルドルフ2世のコレクションの中にも記載されている。フランスの科学者、ニコラ・クロード・ファブリド・ペイレスクは、電気によると、1606年にルーベンに住むノルウェーから来た2匹の角ヤトを飼っているというカフを訪ねたが、そのうち1匹は彼の到着前に死んでしまったという。 英国の博物学者、ジョン・レイは1673年トラベルズ、スルーザ・ロー、カントリーズ、ジャーマニー、イタリーフランスの中で、デリフトの薬やジーン・ファンデル・メールの標本室で、格谷との頭部を見たと書き残している。ルートヴィヒア・ウグスト・メディン伯爵は、格谷との六角を保有していたと言われ、ドイツの博物学者、ヨハン・クリスティアン・ダニエル・フォンシュレーバーは1792年に、 著作大ソグスナー・イン・アビル・ダンガン、ナーハデ・アナチュア・ミット・ベシュレイ・バーンガンの中で、その記録とイラストを残している。レプス・コルヌトゥスとは異なり、以下の動物は科学者によって実在の動物とみなされたことはなく、二名法のリストにも含められたことはない。ありがとうございます。